Let's go in search of the charm of Satdaira. 76.5 FM。 柵の先人たち。作詞、英知と情熱が結ぶ新たな文化発祥都市。私たちが暮らしている佐久市になるまでには、古くから受け継がれてきた人々の営みがあり、伝統や文化の礎となる働きをされた佐久の先人たちがいらっしゃいました。そんな佐久の先人たちにスポットを当ててご紹介していきます。佐久の先人たち。今日ご紹介するのはこの方です。女子学徒の命を救った軍医、小池雄介。郷里で眼科医を開業していた小池は、戦争の渦に飲み込まれ、軍医として各地に出征。最後の地となる沖縄で学徒隊の少女らを預かることに。戦闘が激化し、命の危険が迫る中、少女たちに絶対に死んではならないと最後の言葉を伝えました。その人生をご紹介します。小池雄介は1890年7月25日、南佐久郡野沢村で男5人、女1人の兄弟の次男として生まれました。生家は現在の千曲バスの本社のあたりにあり、野沢中学校に通っている頃から、母方の叔父で内科・小児科の医師だった阿部捨太の下で医学を習い、その後は金沢医学専門学校、現在の金沢大学医学部へと進み、内科を専攻します。第一次世界大戦が始まった1914年、大正3年、金沢医学専門学校を卒業した小池は、1914年11月に金沢歩兵第7連隊に入営。その後、陸軍軍医学校で眼科を専攻します。1925年、35歳の時に予備役となった小池は、帝国大学眼科教室で研究生活を送った後、千葉県銚子町、現在の銚子市石津眼科病院の勤務を経て、1928年、昭和3年にふるさとの佐久へ帰り、佐久鉄道、現在の JR 小海線中込駅前に小池眼科医院を開業しました。小池は診療時間が終わると近くの川で釣りをし、日曜日は家族連れで温泉に出かけていました。気の短いところもありましたが、根は快活で温情に富んだ人柄で、治療費用を払えない患者からは集金しないなど、優しく義教心を持った医師でした。評判を聞きつけ、小池の病院には多くの患者が訪れていましたが、世界の状況は不安定さを増し、やがて戦争へと突入していきました。軍医でもあった小池は、1937年から始まった日中戦争を皮切りに、
1941年からは満州、そして1944年8月、最後の地となった沖縄へと出征します。1945年3月、小池が隊長を務めていた第二野戦病院に、那覇市にあった石徳高等女学校の生徒25名からなる富士学徒隊が配属されました。学徒隊とは、太平洋戦争末期沖縄守備隊に動員された男女中等学校生徒の総称で、女子学徒隊は主に傷病兵の看護、食事の世話、排泄物の処理、包帯の交換のほか、手術の手伝いなどに従事していました。前年10月にはアメリカ軍の空襲により那覇市の9割が焼け落ちており、富士学徒隊が野戦病院に配属されて間もなくの4月1日、沖縄本島にアメリカ軍が上陸し、地上戦が始まりました。豊見城城址にあった野戦病院には次々と負傷した兵隊が運ばれ、小池や女子生徒たちは不眠不休で治療や看護に当たりました。戦況はさらに悪化し、沖縄守備隊は司令部があった首里を5月22日に放棄し、南部へと撤退しました。小池らも砲撃を受ける中、雨の夜道を移動し、糸洲、現糸満市のガマと呼ばれる自然洞窟にたどり着きました。洞窟は幅が7メートルから8メートル、高さが5メートルから10メートルほどです。中は真っ暗で水が流れていたため、近くの集落から戸や壁板、柱などを運び込み、その上に患者を寝かせて看護していました。ガス弾攻撃に苦しめられ、医薬品や食料が不足し、満足な治療を行うこともできない中、衛生兵は切り込み隊として次々と壕を出ていきました。こんな悲惨な状況になると分かっていれば、皆さんを預かるんじゃなかった。小池は女性学徒らにそう語っていました。アメリカ軍の激しい攻撃が続き、日本軍がほぼ壊滅した6月26日、富士学徒隊に対し解散命令を下しました。小池は隊長としての最後の訓示で、現在まで奮闘いただいてご苦労だったとねぎらい、自決を覚悟する女子学徒たちに、必ず生き残って家族のもとに帰りなさい、絶対に死んではならないと諭しました。そして悲惨な戦争の最後を15の国民に語り伝えてくれと呼びかけ、一人一人と握手を交わしました。小池の指示に従い、学徒隊は2名3名ずつの組となって壕を脱出し、そのほとんどがアメリカ軍に投降していきました。一旦脱出した学徒の一人が壕の中に戻ると、副官が傍らで見守る中、小池はすでに自決していました。54歳でした。南の孤島の果てまで守りきて、見立てとなりていく我を、沖のカモメの翼に乗せて、黒潮の彼方の我が妹に告げん。残された辞世の詩には、
遠く離れたふるさとを思う気持ちが込められていました。小池の解散命令からほどなくして沖縄戦が終結しました。わずか3ヶ月の間におよそ20万人が犠牲となり、その中には学徒隊も数多く含まれていました。特に激戦地となった沖縄本島南部では、解散命令の後に戦闘に巻き込まれたり集団自決が行われたりしたひめゆり学徒隊など、ほとんどの学徒隊が半数以上の戦死者を出しました。しかし小池の言葉を守った富士学徒隊の戦死者はわずか3人にとどまっています。焼け野原となった沖縄は1972年に返還されるまでアメリカの統治下に置かれ、戦後も困難な時期が続きました。富士学徒隊の元看護隊員たちは小池隊長の言葉を生きていく支えとし、悲惨な戦争体験や命と平和の尊さをさまざまな場所で語り続けました。戦後60年以上が経った2012年、今後も学徒隊の体験を次の世代に語り継いでいくため、短編ドキュメンタリー映画富士学徒隊が制作されました。当時の状況を語る元女子学徒らは、80歳を超える高齢となってからも小池が眠る野沢の本覚寺を訪れて法要と墓参りを行うなど、感謝の気持ちを持ち続けています。今日は女子学徒の命を救った軍医小池雄介の人生をご紹介しました。この番組は佐久市教育委員会の協力でお送りしました。